はい、こんにちは、キューピー。何？何？いきなり？シリでした。あ、シリでした。はい、キューピーです。はい、吉丸です。179回、もうどんどん出していきますよ。2020年、大売り出し、大売り出しというか。はい、滝行お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来年も行ってください。2020年。はい、滝行ガールというのが増えるかもしれないですね、これからね。滝ガール？滝ガール。いいね、ガールじゃないなもんな。なんか突っ込んでよもう。なんもう一人で言っとるから。スカイウォーカーさんならね、謝ると思いますけどね。私が悪うございました。はい、今日はね、生まれて初めてね、うん、これ20年ぶりぐらいに買ったかもしれない。うん、ジャンプの最新刊3、4号、うん、まあ。なんていうとこれ、うん、正月版、うん、正月版、うん、すごいですね、少年ジャンプ、ね、うん、定価300円になってます、うん、自分たちの頃はいくらだっただろうというぐらい、うん、ね、うん、200円前半、うん、200円切ってた、うん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 、かもしれないんだ、うん、ドラゴンボールのとこまではね、なんか買ってたような気がするんですけどね、はい、これ今めっちゃ熱い、うん、ワンピース、ついに、うん、999話、はい、ワノ国編、うん、だけどあと4年ぐらいでね、一応完結するとは言われてますけどね、どれぐらいで、ね、いくぐらい、うん、まだそのワンピースまでたどり着いてないんで、そうそう、ルフィは海賊王になれるのかとかね、うんうんうん、そう、まあ、久々ですね、まだこれ読んでないんですよ、俺買って、うんうんうん、昨日サンタさんに車の中で読んでもらってた、うん、サービス品です。サンタさん読めるんだね、日本語で、ね、だってほら、うん、豚丼も美味しいって言ったし、うんうん、全然通じます、うん、美味しい、はい、そう、美味しいって言った、うん、そうそう、うん、全然いいんで、そうかそうか、となんかストーリーとか伏線がね結構多くて、うん、まあ本当読み応えいっぱい、初めて見る人も楽しいし、まあ、うん、なんでこんなにファンが多いのかっていうぐらい、うん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 、ものすごく多いです。ワンピースってコミックスとか読んだことあります？ね、うん、ワンピースは知ってると思いますけどね、知ってる、うん、読もうとして第1話だけ見たとか、ああ多分ね、見たそんなもん、うん、多分携帯で読んだよ。あ、携帯で読んだんだ。携帯で読んだよ。もともとはほら、うん、ルフィが悪魔の実っていうのを食べたことによってね、うんうん、でゴムゴムの実っていうのを食べちゃうんですよ、うんうん、だけど悪魔の実を食べると、うん、みんな金槌になるんですよ。うん、泳げなくなる。うん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 、それが、うん、海賊になる。海賊は海賊王になると言って。うん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 、そうやっとだから、まあ、いろんな敵とか味方も、うん、みんな悪魔のいろんな悪魔の実を食べてて、うんうん、でそれが能力者って言われてて、それで戦うバトル。うんうん、そうなんですよ。でその中で、まあ、いろんな国のテイストがありながら、今ワノ国編というのはもう完璧これ日本ですよね、うん、ジャパンですよね、うん、みんな侍で、刀刺してるんですけど、うんうんうん、でそこを今戦ってるのが鬼ヶ島っていう、うんうん、鬼ヶ島ね、まさに鬼ヶ島ね、うんうんうん、そうそう、で、まあ、四皇というのがいて、それのカイドウというのがもう完璧に竜なんですよ。だけどこの前発覚したのはウオウオの実っていうのを食べてるらしくて、うん、ウオウオ、魚ね、うん、魚ね、うん、そこにビッグマム、うん、海賊団のビッグマムが来ててですね、うん、4校のうち2人も来てるんですけど、うん、それを倒しにね、みんな集まってるという、うんうんうん、なんかね、うん、一番最初から読んだにしてもほら、今何巻、まあね、97か8ぐらい、あ、そこまで行ってんだ。もう、うん、なんかね、先が、まあ、時間がある人はね、また読み返すのも面白いし、うん、ね、いやいや、読みたいとは思ってんだよ。その時で何とか編ってあるので、うんうん、まあ、それを区切りに読んでもいいしですね。ただ今そのこのワノ国編が今めっちゃ最高潮なんで、うん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 、そこに出てくるのがまた、うん、ヤマトなんです。ヤマト、うん、だからヤマトといえば、うん、あっちはタケルやったね。タケル、タケルといえばでしたね。でしたね、うん、こっちはヤマトといえば、うんうんうん、あ、面白いこと聞いてた。もう全然またローカルの話なんだけど、はい、あそこハンバーグとヤマトって前話したじゃないですか、うん、でその隣がヤマト運輸なんですよね、はいはいはい、であそこの住所って今光なんですよね、うんうんうん、でそうよね、うん、中川市のね、今光だっけ、あそこ岩光の四つ角じゃなかった、あそこ中丸じゃない、あ、中丸、うん、だから右が中丸で、こっちが今光じゃなかった、あ、そうなんだ、うん、で、四つ角があって、うんうんうん、ケーキ屋さんもあるよね、うん、ビザビー、あ、ビザビーか、うん、で、ヤマト、はい、ヤマト運輸、うん、で、そのまた何軒か隣に、うん、
焼き鳥大和であるんですよ。あ、ある、うん、あるやろ。あるある。だからな、ここ昔の地名が大和なのかなとかね、一瞬なんかこう、だって春日で大和町ってあるやん、あるやろ、ね、だからちょっとなんかね、まあ、変な疑問やけど、うんうんうん、なんでこんなに大和っていう名前つけるとこが多いのかなと思って。あ、確かに。だからちょっとその中川って大和町とかないもんね、中川には。ないよね、うん、だから今道とかその中原なのに、うん、なんで大和ってつけるんだろうっていうのがちょっとまずちょっとこう、まあ単なる俺ほら、うん、大和運輸があるけん、うんうん、それにちなんで店の名前を大和にしたのかなとかいう単純な発想やったけど、うんうん、もう全然ワンピースから離れてる。ちょっと今度あの、うん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 、ちょっと疑問、ね、疑問があったらこれあのちょっと調べてみます、はい、あの地下をこううろうろしてみて、うんうん、他にまた大和というのがあったなら、うんうんね、なんか地名昔の地名とかがね、うん、かもしれないなと思って。へ全然関係ないよね、うんうん、そして今ねあのビスに戻すね、うん、ドブル君がね、うん、うち結構昨日もちょっとクリスマス会でやって、ね、はい、でそしたらドブル君のルールさえ覚えればこのワンピース版のドブル君もね、うんうん、結構楽しめるんですよ。ただ、うん、キャラクターが多すぎて、うんうん、あの一瞬なんだろうっていう感じで、うんうんうん、まあ、この前も言ったけどダイヤルっていうね、うん、あの貝殻のね、うん、あるんですよ、こう電話みたいな、うんうんうん、まあ、武器にもなるんですけど、うん、それがどう見てもね、ピンクのうんこにしか見えなくて、もう、あうんことか言ってね、あの置くんですよ。あのなんか言わなきゃいけないんですよ、それはなんかって。そう、だけどみんなそれで納得しちゃうというね。あね、うん、もうそれにしか見えないんで。あの昔で言うとドクタースランプあられちゃんのね、あね、うんこツンツンみたいな、あったあったですよね。あれ確かピンク色だったですよね。あ、ピンクだったかな。そうそうそう。あ、とかあられちゃんもジャンプですよ。だから本当ジャンプってすごいですね。わかります、うん？ジャンプといえばじゃないけど、あのタイトルとか出てきます。ずっとしりとりじゃないけど、その交代、あ、こち亀終わりましたけどね、あれありますね。銀玉。あ、銀玉ね、うん、あ、最近のじゃないですか。あ、昔ってスズメパイレーツって知りますか、うん、知ってますよ、あれ見てました。江口久志でしょ。そう、子供の頃見てた。大好きですよ。江口見てました。スズメパイレーツ見てた。見てた。あれ面白かったですね、うん、面白かった。で、その後ストップひばりくんとかね。あったね。だってね、超有名な。あ、それで言うなら俺の世代で言うとマカロニほうれん草。そうだよね、あ、鴨川つばめさんの。そうそう、あれ面白かったよね。めっちゃ面白かったよね。あ、そうだから結構いい作品がね、いっぱいあって、うんうん、そう。そうですね。うん、だから最近のね、だからこのジャンプのラインナップはあんまり知らないですよ。アニメ化になってるならタイトルだけは知ってたりするんですけど、うん、あれこち亀があるやん。あ、でも僕のヒーローアカデミア。あ、これありますね、ヒーローアカデミア。うんうん、呪術廻戦っていうのあるんですか。もうこれ終わったんですか。あった、ほら。これこの前1話2話見ましたよ、うん、面白かった。だからネバーランドもジャンプやし、あのもちろん鬼滅もね、うん、ジャンプやし、最近終わったので好きなのはあのハイキューね。ハイキューはね、うん、本当バレーボールやってたんで、うん、めっちゃ楽しいですね。あとは全然分からんよね。知らない、うん、もちろんデスノートもジャンプやし。あ、そうなんだ、うんうん、いっぱい出てくるね、大抵ね、うん、もう、うんすいませんね、もう全然、うん、最近の新しいタイトル知らなくて、分かんない、うん、タイトルだけでも覚えとかんとね、ついていけるように。ああね、ほんとほんと、うん、そうアニメ化とか映画化されるとね、あの、うん、あどんなんだろうとかね、ちょっとこう興味持つ、うんうん、もちろんね、サンデーマガジン、うんうんうん、昔はキングとかあって、うん、キングな、うん、懐かしいですね、ガロとかね、柘植義治とか俺好きでね。わかんない、うん、でしょ、もう、うん、結構アンダーグラウンドに行きますよ、俺はね。うん、だってチャンピオンとかやったらもうやっぱ水島新司とか見てたし、マガジンで言うと岩で言うと初めの一歩。だから一つの少年誌に一つはまあ未だに時々読んでるやつはあるんですけど、終わってないやつね。だって初めの一歩も長いですよね。サンデーがね、最近見てないですね。じゃあタッチとかはどれだったの？タッチ。うん、サンデー、サンデー。ただ途中から少年誌ね、うん、少年誌とかあの青年誌とかも連載が始まったで、うん、足立みつるはなんか今、うん、ほら野球編に行ってるじゃないですか、うん、だからタッチも野球だ。 その前の自分はみゆきですよ、うん、あ、みゆきってあったね、うん、で、そうよね、もう大体絵のタッチが一緒で同じだからね、うん、だからあのタイトル変わっても同じにしか見えないっていうね。 ね、うん、あとハマったのはあれですよ、はい、あのメゾン一国とか、あ、高橋留美子さんの、だからすごいですよ、いまだにあれですよ、ランマ二分の一とか、うん、あとうるせえやつらもそうやし、うん、あれサンデーだ、うん、あ、サンデーなんだ、うん、ですよね、うん、で、あれ何でしたっけ、犬夜叉、
あれもでしょ、あの ここに風穴が開いてこう吸い込むやつ、わかる？いや絵はわかるけど、うん、風穴とか知らない。あと結構昔ね、自分あの少女漫画が、あの結構男性の方が少女漫画描いてる人が多くて、もう一番古いっていうと赤塚不二夫もそうなんですけど、三つ子ちゃんとかね、あの柚木ひかるとか大好きだったんですよ。知ってます？柚木ひかる。ちょっとやらしいやつでしょ。ああそうそう。で男と女が入れ替わったり、なんかいろいろなパターンがあって、うん、だから足立みちるとか出てくるまでは結構そっちのも読んでたし。キャンディーキャンディーとか入った頃とかもなんかキャンディーキャンディーでアニメ化にもなったし、大好きだった。そうだからもうキリがないね、うん、漫画の話すると俺あのまあ特撮本もそうやし、うんうん、もう最近ねガメラの少年ガメラの書いてくれっていうね子供があって、でこの前も俺外で子供と遊べたらまたガメラなんか書いてっていうけん、じゃあ紙と鉛筆持ってこいって言って俺外でね、うん、鬼ごっこしながらねガメラ書いてねって言ったらね、適当に俺もちょっと調子に乗るけどね、いや最近はねカメラガメラ対ゴメラが面白いよねとか言ったら適当に作ったんですよキャラクター、うんうん、たらゴメラって何って言うけゴメラ書いてとか言い始めてうんよし書いてあげるって言ってあのギャオスをあのギャオスがこう分かります、ギャオスの顔ってビッビッとこう鋭角なこう、うん、反り込みがあるような、うん、それをあのジョジョの、あジョジョもジャンプだジョジョの、何代目あの高校生のジョータロあのハート型のリーゼントなんですよ、うん、あのスタンドがだからガメラの頭を三角じゃなく、うん、矢印じゃなくてハート型の頭にしてちょっとギャオスっぽいやつでこれがゴメラよとか言ってねでこうでコウモリ一応これコウモリよみたいなねそしたらすげーって言ってくれて、いかん俺後戻りできないようになっていきようって純真な子供心を、ね、ガメラのでその子の名前をちょっと一文字取ってなんとかもんとかして、うんうん、なんとかもんチワワとね合体させたんですよ、チワワとその子の名前を、うんうん、なんとかわわみたいにして、うん、そしたらなんとかわわ、うん、そしてこれも書いてとか言うけもうその場でチワワのなんかチワワの結構ほらあれ毛がほら、うん、毛剃って毛剃っててあるじゃないですかね、結構こうプードルとかなんかこうあの結構おしゃれなやつがあるじゃないですか、で絶対笑うようなやつあるじゃないですか、もう悲観的なもう裸となんか毛がこうあるような、うんね、それのなんかすっごいダクソンドみたいなチワワっぽいのに人間の顔つけてこれが君のなんとかももだよって言ったらあすいませんもう罪深い恐ろしいことをいっぱいしてしまってもうあのだから子供にはもうあのもうずっと嘘じゃないということを証明しなきゃいけないです ね、うんうん、これで通すしかないなと俺は一瞬もう大家に持って帰ってね、大抵もう親に見せようと思うよ、うん、先生が帰ってくれたって、ね、嬉しいこれの映画が見たいとかねあるわけないってねすごい十字架を背負っちゃったね、うん、もうその自分、まあ、あのもう別のあれからいろいろやらないかなと思っておかしい、はい、ちょっと もう年末ねこんなことで盛り上がって、ねうんまあ、盛り上がる場合いいっすよ、うんうんうん、楽しかった、まあっね、あだからだけどねやっぱこういうの持ちながらすると話が終わらないと思う、あなるほど、うんね、ほんとこれね面白いな、ただね俺気になるのは、まあ、残酷なっていうか、うん、首が飛んだりねもうあるんやけど、ねううねまあ、鬼という設定やけまだごまかせると思うけど、あと何やったかな、なんでサンデーとかマガジン読まなくなったのかというとなんかね、うん、なんかねひどかった、いやねなんか、うん、俺もちろん長い号とかのハレンチ学園世代なんですけど、うんうんうん、世代の後かな、うん、デビルマンとかね、うん、あの長い号大好きだったんで、うん、網走一家とか、うん、その頃のなんかエロと今のエロが違いすぎて、本当にエロすぎて、なんかもうもちろんエロいけど、なんかそのあの自分の子供にあれをこう見せたくないっていうか、あ分かるよそれ部分っていうかね、まあその度合いがあるじゃなくてストーリー上の流れとか、だからでこれ絶対ストーリー関係なくてそのでその絵でこう引き込ませるだけの策略だなっていうのを読めるじゃないですか。だから、まあ、そこのとこ考えたらちょっと自分大人になったのかな今気づくで、ね、昔だったら絶対考えたんだけどね、うんうんまあ、だからみんなこういうのを返していくんでしょうね、そうですね、うん、いやいやすごいね、漫画考えたね、今日、うん、いや、まあ、久々にねちょっとジャンプを手に取って、今日もお正月にねちょっと読めるのだけ読んでいこうかなと、うん、また面白いのがあったらそれは紹介しますよ、うんうんうん、ブリーチ
ブリーチ、ブリーチ、はい、ブリーチね、あったね。最後ブリーチもようわけわからんやった。最後イチゴ主人公出てきた。なんかいろんなキャラクターの戦いが多いんで、そうなんだ、こう覚えきらんやったね。だって途中で挫折した漫画って、あ、ハンター、ハンター、いつ連載されるのかとかね。バスタードとか知っと？神々の戦い。知らない。結構これもエロいんやけど、あの、うん、でその戦いが入るんですけど、うん、あの、え、終わってはないはずだけど、もう全然、うん、うん、なんだろうね。あと、あ、この前ちょっと YouTube でなんかやった、懐かしいと思った、超人ロックっていうのがあったんですよ。はい、あの、超能力を持ったね、少年、うん、エスパーの少年がいて、うん、だけど、なんか行くとこ行くとこ、連載されるとこ出ないと全部倒産してくるらしいんですよ、会社が。だから、うん、うん、そう、だから終わってないんですよ。懐かしい、緑色の髪の毛でね、超人ロック、聖勇気、そう、作者が、そういう人もいたから、あ、どう、あの漫画どうだったんだろうとかね。だって少女漫画で言うならガラスの仮面だって終わってないでしょ。あれ終わってないの？うん、終わってないと思うけど。そうなんだ。うん、俺ガラスの仮面ね、途中まで、ね、結構ね、好きな人が借りて読んだ。うんうんうん。うん、終わらないだろうなと思った。あ、終わりどころがないの？うん、何何終わりっていうかね、いや、長い、長いっていうか、その、うん、感覚が長いんじゃないかな、連載その出す。ああ、ね、昔ね、アストロ球団っていうのがあったんですよ、少年ジャンプ。なんか知ってるそれ、うんうん、アストロ球団で1回1回終わるのが、うん、1ヶ月以上かかるんですよ、1回の表が終わるのが。あ、でもドカベンもそんなんだったでしょ。うん、あ、ドカベンとね、アストロ球団ちょっと全然違うんですよ、野球漫画と。あ、まあね、あっちは超人漫画じゃないですか。あ、でドカベンは実在の人物も出るし、うん、最後もうオールスターになっちゃって、まあ終わりましたけどね、うん、水島新先生 もう引退したんで。あ、そう、アブさんとかのね、監督とか見てみたかったですけどね。野球教の歌とか、ね、そうそう、あれも見せません、ね、もう俺も漫画、野球漫画ばっかり書き寄ったっけ。本当、それからキャプテンとかね、プレーボール、うん、千葉明夫さん、うん、千葉哲也さんが明日の城で、弟さんが千葉明夫さんなんですよ、うん、でそれで、ね、もう亡くなっちゃったんで、だからプレーボール2っていう高校途中までのやつを、うん、あの、コージーさんやったかなっていう人が、まだ野球漫画描く人がいるんですけど、うん、その人が引き継いで今描いてますもんね。うん、同じキャラクターで、うん、ね、今何分なんだ、何分なんだろう。はい、もうキリがないのでやめます。そういうこと、はい、ね、あの、うん、あの、全然こういう話は永遠にできるので、ね、音楽も映画もいっぱいできるので、うんうん、また、はい、あの、そういう話を来年もして楽しみましょう。はい、はい、ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。ご清聴、はい、あの、良いお年を、はい、良いお年をお迎えください。